次の観光スポットに着いたんですけど、ちょっと気になるのがあれ。いやいやいや、玉島すげえ。見てください、あれなんだろう、バラックですね。この令和の時代にね、昭和のね、あの敗戦当時の感じが残ってるんですね。ね、めちゃくちゃだな。しかもあれ道路に接続してるんじゃないかな。あのこう通ってくるんですね、これね、この建物の中ね。いやいやいや、で V100 を一応この格好の駐車場で止めました。では歩いていきましょう。やってるかな。はい、これです。最総亭備中玉島、備中玉島。あら、ダメかな、ダメかな、いけるかな。出入り口、最総亭。最総亭、これは1781年、まあ要は江戸時代の建築と言われるんですね。茶室の儒学者のですね。はい、見学していきましょう。月曜日が休館日。出ていいのかな。あ、こんにちは。あ、いいのかな。いいですかね、これは。はい。はい。入館手続きをしました。靴をここで脱ぐんですね。はい、これ式台だから ね。はい、上がります。よろしければご説明します。あ、いや、いいです。はい、僕あの建築士なんで大体わかるんです。わかります。はい、はい、いや、建物がね、これお殿様をお迎えする建物だったんです。なるほど。はい、はい、その辺のことです。ああ、すいません。じゃあこれ行ってみます。すいません。建物そのものは、はい、私もあれですけど、はい、場面状況として、僕はあの今の高橋市、はい、備中松山藩の領地。ああ、なるほど。飛び地だったんです。ここまで、そうですか。ここはね、もともと落としまっていう島だったんです。はい、島のここ一部分の、もう前、その前の道から新倉駅あたりまで、江戸時代の初めまで海だった。ああ、そうですか。そこを備中松山藩の。わかりました。監督して飛び地作ったんです。ありがとうございます。ちょっと見てみますね。はい。はい、はい、いや、もうありがとう。はい、ここで宿泊されてた。なるほど。あ、松山藩のお殿様専用の、そうっすか、はい、お迎えするお屋敷です。はい、はい、はい、で、ここにあのお殿様専用のお手洗いとかありますので、わかりました、どうも。はい、はい、あ、どこのもあるんですね。まあ、ゆっくりなんですね。松がすごい。でも隣の家がボロボロ。熊田さんね。備中松山の家老なのか、藩老ですね。この人が残されたんですね。はい、あ、これが、ね、庭があって、こう回廊式なんですね。はい、世話好きの人なんとか振り切りました。やっぱり玉島はマニアックですね。お殿様の便所だそうです。これ便所、昔の使用できませんね。これがお殿様の便所だ。これが台なんだな。一坪二畳で、これが小なんだな、これは多分ということなんですね。お殿様専用なので誰も使ってないですね。これはトイレ空間。なかなか6畳間ぐらい使っちゃってますね。で、お湯かなんかここで。お風呂、これはお風呂ですね。お殿様専用のお風呂がここにあったんですね。あ、やっぱり水回りはね、まとめてるんだ。ね、で、庭があるんですね。向こうには抜けられないんだ。通り抜け、ご遠慮ください。あ、通っちゃいけないんだな。まあ、こういうふうになるんですね。
じゃあ以上かな、これ。じゃあ行けないんだね。おお。で、ここで寝てましたら、本当に一泊するだけの空間だったんですね。ここも開けられないんですね。はい。あ、はい。あ、じゃあちょっと読んで、ま、勝手に読んでいきますけどね。ほぼ当時のまま残してるんですけど、ここで学びに監修して、市の障害学習施設の皆さんという分の貸し出しの方になりますから、全部開けてますから、はい、はい、すいません、ありがとうございます。織物工業が盛んだったんですね。この人はあちこちです。宝石の検査場みたいなのあったんですね。玉島、うん、新倉敷駅が近いんですね。うん、はい、うん、2階は後に行きましょう。あ、ここは研修室になってんだ。あ、これはなかなかねえ。天井裏が見えて素晴らしい。庭がこうなってるんですね。うん、これ海にあったんですね。海でね。たら江戸に上がるときはあれしたんでしょうね。あ、ここは当然さっきのね、第二和室、さっきの部屋の連続なんですね。まあ出ない方がいいでしょうね。階段に上がれるんだ。2階があるんですね。あ、こういうなんかあ、ね、お祭りがあるんですね。じゃあ2階上がってみよう。あ、これは靴を脱ぐのか。いや、高台になってるわけだ。やめとこう。じゃあ帰りましょう。あ、移動しましょう。いい枝ぶりの松の木が、おお、すごいすごい曲がり、これは、うわ、根がすごいね。松はね、根が浅いというんですが、それでもこのあと各枝がね、これ庭師の人が一本一本枝まで気使って作ってんだな。すげえ、八つ掛けになってる下が、おお、これは素晴らしい。なかなかあるもんじゃないですね、これね。はい、じゃあ移動します。じゃあ失礼します。ありがとうございました。はい、じゃあ周りを見るとねボロボロだけどね、周りね、うん、これなん、もう壁が崩れ落ちそうなね。ここは見ていきましょう。今何しろね、熱烈関係、あ、ないですね。熱烈関係だったんですけど、人は皆さんいいんですけど、その建物をね、維持管理するっていう観点がね、ちょっと弱いのかもしれないですね。うん、ほら、鉄筋コンクリートの塗装がむけて、サビサビも洗濯もしたら落っこちてきそうな感じですよね。いやー、うん、建て替えた方がいいよね、これね。なんかブロック塀なのかな、これは完全に廃墟でしょ。住んでないでしょ。ほら、ゴミみたいになって、これが東京だったらね、土地の価値があるものだからこんな風にしてないですよね。ただしこういうところね、地方っていうのは放置されちゃうんでしょうね。ここは川なんですけど、海だったんですね。で、備中高ま、高橋藩ですかね、の飛び地だったようで、当時はやはりね、すごい栄えを出ました。海沿い見てください、あのボロ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 の、いつでも起こしそうな壁。これが
あれがそうなんですね。水門がありますね。ちょっと歩いていきましょう。